はい、決勝ブロックの4組のライブパート終了しました。いやー、かなり盛り上がりましたね、楽しんでいただけたでしょうか。応援の方ありがとうございます。それではですね、ステージには先ほどライブを終えたばかりの4組のアイドルに登場してもらいましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。さあ、ここからは決勝ブロックのショールーム投票となります。ショールームにログインしている方はこの後画面に投票用ボードが表示されますので、4組のアイドルにそれぞれ10点満点で採点してください。点数はショールーム画面に表示されるボードを1つ投げるごとに1点ずつ加算されます。持ち点10点ですので、出演アイドル全員にボードを投げて点数をつけてください。1人で複数アカウントを作って投票することは規約違反となりますので禁止とさせていただきます。それでは、先ほどライブを終えたばかりのアイドルの方たちに、番号を確認していきたいと思います。それでは1番の方お願いいたします。はい、作詞作曲アイドルハピカ1番です。ぜひ投票よろしくお願いします。10ポイントお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは2番の方お願いいたします。はい、アストロラベンダーは2番です。皆さん2番に投票ボールの方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは3番お願いいたします。はい、3番ジュビリージュビリーです。投票の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは4番お願いいたします。はい、4番ブランクスターズです。決勝楽しかったです。よかったら1票でも入れてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ショールームをご覧の皆さん、投票する準備はできましたでしょうか。投票数1位のアイドルに8ポイント、2位に6ポイント、3位に5ポイント、4位に3ポイントが加算されます。それでは1分となります。投票スタート。4番ラベンダー、今回ブランクスターズは4番さんによって1番、4番、ぜひ4番に投票お願いします。高校は全てのスペシャルライブ、今から友達に電話をして、ショールームよろしくお願いします。さあ、1分間皆さん精一杯声を出していただいてましたけれども、声大丈夫ですか？いけます。いけますか？声やばいです。声やばそうですよね。もう結構もうライブやった後ですもんね。2回皆さんね、ライブをやっていただいて、今投票が締め切られて、皆さんのスマホとか PC とかで見てる画面にはもう順位が出ているんですけれども、こちらにまだ届いていないといった感じでドキドキしますね。はい、ちなみにですね、1位の方には8ポイント、2位の方には6ポイント、3位には5ポイント、そして4位は3ポイントが加わります。今回はですね、ショールームの二次選考ポイントというものがありませんので、ガチということになりますのでお願いいたします。それでは発表します。決勝ブロックショールーム投票1位、ジュビリージュビリー、ありがとうございます。嬉しい。おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして2位、ブランクスターズ、ありがとうございます。続きまして3位、作詞作曲アイドルハピカ、ありがとうございます。そして4位、アストロラベンダー、ありがとうございます。以上がショールームの順位となりました。それでは1位の方から順番に、感想をお聞きしたいと思います。ジビリジビリさん、お願いいたします。はい、私たちはこの日のためにいっぱい練習も重ねてきて、
すごい大きな気持ちを持ってこの大会に臨んでいたので、ショールーム投票でこのような結果が出てすごくすごく嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。2位となりましたプランクスターズさん、お願いいたします。はい、まだグッズ投票が残っているので、ここを全力で勝ち取りに行きましょう。最後まで信じてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして作詞作曲アイドルハピカさん、お願いいたします。はい、投票してくださった皆さん本当にありがとうございます。ちょっと悔しい気持ちはあるんですけど、まだ諦めずに信じて東京行きたいなと思ってますので、皆さん最後まで諦めず行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。それではアストロラベンダーさん、お願いいたします。はい、アストロラベンダーに投票してくださった皆さん本当にありがとうございます。こんな素敵な演者さんたちと一緒にこんな素敵なステージに立ててることがまず奇跡だなと思っております。本当にまだまだ、もちろん悔しいのでまだまだ諦めておりませんが、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上が、ショールーム投票の結果でした。皆さんもう一度拍手をお願いいたします。はい、公式グッズ投票は今から10分後が締め切りとなります。投票は TIFF2021 全国選抜ライブ公式グッズ販売サイトでグッズを購入した方がご希望のアイドルに投票することができます。販売サイトのアドレスは https://TIFF-選抜-goods.com/ です。ご利用するにはポニーキャニオンショッピングクラブの会員登録が必要ですので、購入前にぜひ登録をしてください。はい、それでは結果発表までしばらくお待ちください。はい、お待たせいたしました。いよいよ結果発表が出たようです。それでは先ほどのショールームの投票の、おさらいをしてみたいと思います。ショールーム投票、1位は8ポイントでジュビリージュビリーさん、2位が、6ポイントフランクスタージさん、3位が作詞作曲アイドルハピカさんの5ポイント、4位が、アストロラベンダーさん3ポイントとなっております。ここに公式グッズの投票のポイントを加算した合計ポイントが1位のアイドルが優勝、 TIFF2021 の出演が決定いたします。それでは優勝者の発表を東京アイドルフェスティバルのティフコさんこと岡本プロデューサーに発表してもらいましょう。はい、それでは発表させていただきます。皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、はい、はい、それでは優勝者を発表いたします。ティフ2021全国選抜ライブ中国四国ブロック優勝は、プランクスターズさんです。よかった、おめでとうございます。おめでとうございます。楽にもない、泣きそう泣きそう。見事優勝したプランクスターズさん、皆さん、メンバーの皆さん、ステージにお越しください。センターステージの方に、ステージのセンターの方にお越しください。マジか。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。見事優勝しましたプランクスターズさんには、マジか、岡本プロデューサーから出演依頼書が渡されますので、サインを書いてください。お願いいたします。おめでとうございます。やばい、ありがとうございます。はい、どうぞ。手が震える。はい、ありがとうございます。皆さんに見せてあげてください。やったー、出れるよ。おめでとうございます。今日お預かりします。おめでとうございます。それでは見事出演権を勝ち取ったプランクスターズさん、今のお気持ちをお聞かせください。ずっと負け組 T シャツ作ってて、いや、まさか今年は勝ち組 T シャツ着れそうです。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。
そんな T シャツがあったんですね。はい、負け組 T シャツ一生にっていうどう頑張っても1位になれませんっていう T シャツを出してて公式から、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。皆さんもう一度大きな拍手を送りください。それでは最初の立ち位置の方に一旦お戻りいただけますでしょうか。で皆さん後ろに、メンバーの方は後ろ、プランクスターズさんの他のメンバーの方は後ろに広がっていただければなと思います。広がってもらって、すいません、お願いいたします。それでは決勝の順位改めて発表したいと思います。グッズ投票第1位がプランクスターズさん12ポイント獲得です。ありがとうございます。そしてグッズ投票第2位ジュビリージュビリーさん8ポイント獲得です。ありがとうございます。第3位作詞作曲アイドルハピカさん、ありがとうございます。7ポイント獲得です。4位アストロラベンダーさん、ありがとうございます。6ポイント獲得です。ショールーム投票とグッズ投票合計点で1位がフランクスターズさん、2位がジュビリージュビリーさん、3位が作詞作曲アイドルハピカさん、4位がアストロラベンダーさんとなっております。はい、それではですね、2位の方から順番に感想を聞きたいと思います。はい、ジュビリージュビリーさんお願いいたします。はい、すごい悔しいんですけど、あのショールームで今日皆さんが入れてくださったことを、これからも忘れずにアイドルとして成長していけるように頑張っていきたいと思います。皆さん応援これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして3位となりました作詞作曲アイドルハピカさんお願いいたします。はい、たくさんの応援を本当にありがとうございます。めちゃめちゃ悔しいです。毎日配信もこれからも続けていくし、私は燃え尽きることはないので、ぜひ、ショールームをご覧のあなたもハピカーズルームに遊びに来ていただければと思います。本当に悔しいけどたくさんの皆さんの応援受け取りました。本当にありがとうございました。素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではアストロラベンダーさんお願いいたします。はい、まずショールーム投票そしてグッズ投票でアスラベに投票してくれた皆さん応援本当にありがとうございます。はい、結果は4位という悔しい結果にはなったんですけども、もちろん悔しさはめちゃめちゃあります。でも去年の何も新曲を出しても何もできなかった時期とかを考えると、こんな素敵なステージで無観客でも画面の皆さんがこんなに、画面の向こうの皆さんこんなに見てくださる、そして仲間たちがいるこんなにあのたくさんのパソコンとかテレビカメラとかある環境でこんな素敵なステージでこんな素敵な仲間の皆さんと歌えること本当に嬉しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてセカンドチャレンジの説明をさせてください。全国7ブロックで惜しくも優勝を逃した準優勝のアイドルには9月4日土曜日に都内で行われますセカンドチャレンジライブへの出演資格が与えられます。そしてこのライブの上位2組が TIFF2021 の出演権を獲得することができます。ということで、惜しくも今回準優勝のジュビリージュビリーさんはセカンドチャレンジへの出演の権利がございますので、まだチャンスはございますのでね、ぜひ頑張っていただければなと思っております。頑張ってください。頑張ります。それではお時間来ましたので、東京アイドルフェスティバル2021全国選抜ライブ中国四国ブロック、ここからはエンディングです。長時間にわたりお付き合いいただきましてありがとうございました。今日優勝しましたプランクスターズさんは東京アイドルフェスティバル2021の公式サイトにて21時にラインナップされます。ぜひ皆さんチェックお願いいたします。東京アイドルフェスティバル2021全国選抜ライブ、次回公演は明日8月9日月曜日近畿ブロックの開催となります。こちらも無観客での開催となりますが、ぜひショールームでご覧いただければと思います。皆さん応援よろしくお願いいたします。全国で活躍するアイドルたちを全国のアイドルファンと一緒に発掘し、アイドルカルチャーを盛り上げていきましょう。ではショールームの画面を見ている前の皆さん、本日素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた出演者の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。
それでは小動物をご覧の皆さんありがとうございました。 MC はポニーキャニオンの大垣でした。失礼します。